ニフィルターって気になんないですか。ちょっとね、試させてくれる機会をもらったんで吉祥寺まで来てます。吉祥寺ってちょっとおしゃれな感じですよね。ちょっと急いで行きましょう。カニフィルターの伊藤さんのところに遊びに来ました。こんにちは、カニフィルターの伊藤です。よろしくお願いします。いや、今ね、実はもういろいろフィルターのこと聞いたんですけどね、めっちゃすごいですよこのフィルター。ちょっと知りたいでしょ。詳しくあのカニフィルターのことについて語ってもらいましょう。はい、じゃあ伊藤さん、カニフィルターについてちょっともう一回教えてください。はい、まあ今日いろいろお話しさせていただきましたけど、はい、まあ、カニフィルターというとフィルターの専業メーカーですので、うん、やっぱりそれだけまああのいいものを僕らは作ってます。あのスチールカメラでいうとハイアマイ以上の方、まあ、プロの方なんかにも使われてます、いただいてますけど、うん、まあ、メインはこちらの角型フィルターですね。ですよね、はい、それ結構気になってたんですよ、まあ、いやありがとうございます。今回ね、多分のりさんにちょっとこの角型フィルターとこう ND 前面のものをちょっと使っていただこうかなって。ありがとうございますちょっとレビュー楽しみにしてるください、ね、レビュー、はい、ぜひ僕も楽しみにしてます。ありがとうございます、はい、あとはですね、こういう円形のバリアブルフィルターですね、うん、こういうのもあります。あの、まあ、こういうような、ストリークブルーっていう、うんうんうん、ですよね、はい、あのアナモルフィック効果がある、はい、ピーンってなるやつですね、光が。でこれはフィルターですので、こういうふうに CPL みたいな感じで回せるんですよね。で向きが変わるんですよね、はい、レンズだとこう固定、固定ですけどね、こうやって回せるので、はいはい、ですよね。自分 の, あのやりたいところにこう線を持っていけるっていうのが、これも試させてもらえるんですよね。そうですこれはね、でも本当まだ初回入荷が2月だったんですけど、100個入ってもすぐ100個売れましたから、はい、すごく人気がある製品でもあります。いや、めっちゃ楽しみです。であとはですね、はい、今ちょっとこういうクイックリングっていうのをつけているんですけども、これですね、はい、これめちゃめちゃいいっすよ。もうほんと1800円くらいで、ね、安くちょっとつけられる、ね、その値段で。お持ちのフィルターは何でもつけられますんで、軽いものはあれば、はい、サクッとつけるためのものなんですよね、はい、これ結構なんか、今これ全部についてるんですけど、例えば、サクって、はい、もう見せて。ちょっとやっていきます。はい、これ、クッとこう、押すだけで、はい。ですよね。で、こういう風に調整できてですね。で、この上に例えばこちらですね、ストリークブルーつけようかなと思ったら、はい、こういう風にクッと押せばですね。いいっすよね、それ。で、これ、こういう風にね、パッとも取れるし、まあ、ちょっとこれ、圧入気味にクッと押す、まあ、結構強化、ウレタンゴムみたいな形なんで、ま、マグネットじゃないんですよ。やっぱりスチール系の方、うん、マグネットってなるとこう砂を噛んだりとかですね、うん、まあ、あの天体でこう赤道儀使われる方とかちょっと狂ったりしちゃうので、マグネットあまり好まれない方もいらっしゃるんで、うん、まあ、そういうのでこちらに。そうっすね、あのマグネットいいって思ってたんですよ。まあ、あの否定するつもりは全然ないんですけど、ただちょっと多分今言われてるので、あーって心当たりがあったのがあの今回ちょっとワークショップで砂浜のところで撮影したことがあって、で砂ついちゃって砂鉄ですよね、あれはちょっとマグネットダメですね、良くないですね。でもそれだったら押し込めてサクってつけるっていうのは、ね、押し込めるし値段もね、安いんで、ですよね。で汎用性がすごいあるので、自分が好みな、例えばこれとかはミスト系ですけども、ミストもいろいろ種類こういう風にねありますんで、これつけてない弱いなと思ったらちょっと違うのすぐこういう風に変える。そのフィルター系さえ合えば、はい、その自分の持ってるレンズを、ま、そのサクッとつけれるようにできるっていうことでしょ。そうですね、すごくないですかこれ。っていうことはいろんなフィルター系のサイズで売ってるんですか、ね、はい、そうですね、売ってます、はい、49から95までありますんで、はい、いいですね、はい、これはめっちゃいいと思います本当。ただめちゃめちゃ売れてるんじゃないですか。そう、これ結構やっぱね売れてますね。いや、売れますよ絶対、はい。77mm とかにするんだったら、もうレンズは、もうフィルター82だったら、ステップアップリング77、80に入れていただいて、そのままこうやってつければ。うん、ああ、はい、なるほどですね。そこのレンズにはそうやってつけられます。はいはいはい。っていう
ております。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。あと角型フィルターはじゃあこれ、そうですね、こういう角型フィルターがこういうのを使って、はい、でこういうのは今これ CPL ついてないんですけど、これ CPL 付きのものをこうやってつけてですね、これサイドでこうやって CPL ね、うん、まあ調整しながらですね、空をこういうふうに現行できたり、あとこれちょっと試したいなと思ったんですよね。なんか動画であんま試してる人いな、そうですね、いいっすよね、はい、でもいいと思うんですよね、この上だけ現行できるとかっていうのが、それで気になってたんですよ、本当。いやでもこんな機会いただいてめちゃくちゃ嬉しいです本当試したかった。いやー嬉しいです、ね、角型なんで、はい、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとこれ持って帰らせてもらって、ちょっといろいろ試させてもらえればと思いますので、はい、はい、まあ、よかったらアップしていただいて、はい、だけでいいです。もちろん、いや、よかったらアップしていただいて結構です、ね、ありがとうございますもうそう言ってもらえるとめっちゃ嬉しいですけど、いやでも、はい、もうすでにいい感触はめっちゃしてるんで、はい、楽しみにしてってください。じゃあ今日のこの動画良かったと思ったら高評価をしておいてくださいね。そして、商品のこのリンク入れて、ね、そうですね、ぜひ、はい、はい、入れときますんで、もうすでにもうこれめっちゃいいじゃんと思った人、ピンときた人はね、そちらのリンクから購入お願いします。で、YouTube もやられてるんですね。そうですね、仮でも YouTube でやってます。まあここ今吉祥寺の事務所ですので、まあ予約いただければこういう製品もね見たいなという方はぜひ来ていただけたらなと思います。来れる人は来た方がいいっすね。あ、本当これはちょっといろいろ試さないと多分これ分かんないと思います。なるべく来れない人のためにも動画で伝えられるんで動画しようと思いますけど、でも来れるんだったら来た方がいいですね。はい、ありがとうございます。じゃあまた次の動画で会いましょうね。Peace out!